沖縄県第2区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2002年に一部区割りの見直しが行われた。2013年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。沖縄の中でも特に米軍関連施設が多い。また、 那覇都市圏の拡大に伴って、市街地も年々この肉内に広がってきており、人口は現在も増加している。2002年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。3区から読谷村、かでな町、茶谷町、北中城村、中城村が移動した。2000年の国勢調査をもとにした2002年の 議員定数是制とそれに伴う区割り見直しで、沖縄県は人口増加で選挙区が一つ増え4選挙区となった。そのため、選挙区域も見直され、浦添市、宜野湾市、西原町以外の自治体が入れ替えられた。これまで区域だった沖縄本島南部は、本島部が新設される4区に、周辺離島は那覇市と同じ1区へ移動した。代わって3区から、読谷村、かでな町、 茶丹町、北中城村、中城村が移動した。これにより、本島南部中心から中部中心の選挙区となった。1994年公職選挙法改正から2002年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。1994年に衆議院の選挙制度が小選挙区比例代表並立制になった際に区割りが、制定。 従来の中選挙区制では、沖縄県は参議院同様県全域を一選挙区とする沖縄全県区だったため、国政選挙で初めて複数の選挙区となり3つに分かれた。当時の区域は、浦添市、宜野湾市、西原町と沖縄本島南部で導入初の選挙だった1996年10月の第41回衆議院議員総選挙と次の2000年6月の 第42回衆議院議員総選挙はこの区域で行われた。第42回衆議院議員総選挙及び第43回衆議院議員総選挙を例外に300ある選挙区のうち共産党が唯一公認候補を一貫して擁立しない共産空白区として知られる。社会党時代から対立の続く共産党が社民党の候補者を支援し全国唯一の社協共闘を行っている。 民主党も独自の候補者を立てず事実上社民党の候補者を支援し革新派が共闘する体制をとっている。これは普天間飛行場を抱える宜野湾市を中心に沖縄県でも特に米軍施設が占める割合が高い選挙区であることが最大の要因である。第43回衆議院議員総選挙より社民党のテルヤ監督が一貫して当選を重ねており、 社民党として唯一の小選挙区での議席を守っている。比例九州選出の吉川元が立憲民主党に移籍してからは社民唯一の衆議院議員ともなっていた。2021年の第49回衆議院議員総選挙ではテルヤが引退、選挙区内の北中グスク村長から転身する形で荒垣を後継指名、自民、宮崎らとの戦いを制した。 第49回衆議院議員総選挙10月31日沖縄県第2区時の内閣岸田内閣解散日2021年10月14日公示日2021年10月19日当日有権者数29万4848 48人最終投票率54.82%第48回衆議院議員総選挙10月22日沖縄県 第2次の内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日、2017年9月28日公示日、2017年10月10日、当日有権者数、28万7525人、最終投票率 56.、56.06%第47回衆議院議員、総選挙12月14日、沖縄県、第2次の内閣、第2次安倍改造内閣解散日、 2014年11月21日公示日、2014年12月2日、当日有権者数、27万4583人、最終投票率、5 1 0 8第46回衆議院議員、総選挙12月16日沖縄県、第2次の内閣、野田第3次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、 2012年12月4日、当日有権者数、27万1001人採集。投票率 57.、57.06%第45回衆議院議員。総選挙8月30日沖縄県、第2区次の内閣、麻生内閣解散日。2009年7月21日公示日。2009年8月18日当日、有権者数26 2, 2、26万2402人採集。 投票率 65.、65.08%第44回衆議院議員。総選挙区月11日沖縄県、第2区時の内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日当日、有権者数、25万693人最終、投票率 62.、62、53%第43回衆議院議員。 総選挙11月9日、沖縄県、第2次の内閣、第1次小泉第2次改造内閣解散日、2003年10月10日、公示日、2003年10月28日当日、有権者数、24万4820人、最終投票率 56.、56.15%第42回衆議院議員、総選挙6月25日沖縄県、第2次の内閣、 1> 第1次、森内閣解散日、2000年6月2日、公示日、2000年6月13日当日有権者数、32万3632人、最終投票率、56.65%第41回衆議院議員、総選挙10月20日沖縄県、第2次の内閣、第1次橋本内閣解散日、1996年9月27日、 工事日、1996年10月8日。ありがとうございます。